行く。はぁ、どうしよう。なになに、昨日スタバで夜中中飲んだから、さらに20キロ太っちゃった。20キロって、こんな20キロのでっかいグラス飲んでなかったじゃない。いやいや、あ、そっか、ごめんごめん、わかった、落ち込んでるんだね。じゃあちょっと一人で今からマクドナルド行く。あー、なんだよ、わかんない、全然働いてないじゃない。マクドナルドに昨日いたせで、さらに30キロ太って、昨日のマックだってダイエットだからポテト。もう嫌だ、やめようかよ。ごめん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 、誘ってごめん。今日ね、お客さんから差し入れもらったから、一人でじゃがりこ食べる。もち米クラブ。続きまして、犬バーサス猫、渡辺邸。何って話すの、この黒くてツヤツヤした毛並みに10キロの巨体。これあだ名は黒毛和牛って言うんだ。かわいいでしょ、にゃーにゃーって。ああ、言っちゃった。ごめん、ちょっとね、サンマがあれば来るんだけどね。ちょっとまあ、そんなね、ツンデレもいいよね。花沢邸、見てこの栗原ちゃんたち、もうすごいね、すごいね、まあまあまあ、花沢邸の泣いていっぱいやって、あ、みんなお手手言うの、手手言うの、ちょっとうるせえじゃないの、猫の方が可愛いよ、猫の方が可愛い、猫の方が可愛い、犬の方がいいよ、猫の方が、うわぁ、うわぁ、うわぁ、どっちも可愛いね。もち米クラブ。続きまして、燃えよ、インスタグラマー。ね、見て、花沢さん、そこすごい良くない？写真ね、映えるよね。ちょっと撮ってもらって。あ、いやいや、私、インスタグラム始めたんだよ。知らなかった。じゃあ、ちょっと、行くね。はい、行くよ。300人のフォロワーに、素晴らしい。5000